迷子ゲームにつながるのかどうかというところになりますが、まあ、今の第3ゲームに関しても、スターシネ選手10とからの2本は攻めて点数を取っていますので、はい、その2点のような展開、スターシネ選手がバックなりフォアで攻める展開が出てくれば流れも少し変わるかもしれませんね。今シーズンはここまで野島 T リーグ2020-21シーズン1勝6敗と、今シーズンはこうシングルスでちょっと苦しい試合が多いスターシニーですが、ワンオーまあ、こういう時の思い切りの良さといいますか、今のように少し変化してゆっくりしたボールに対して落ち着いて打てるのは木原選手の強さですよね。先ほどからお話伺ってますけど、一見チャンスボールに見えてもタイミングがずれて難しいんだよってお話を、ね、何度かされてましたが、そうなんですよね。しかもチャンスボールだと思うと足が止まってしまったり、てか力んでしまったりしますので、やはりチャンスボールといえど簡単ではないんですよね。 3-1このフォアハンドのフリック今日あまり入っていないですね。今日の第一ゲームもそういうところでポイントを失う場面がありました。ここでもポイントを失いました。スリーツこれは2球で仕留めました木原。ポイント並びました木原美優。今のは読んでたんですか。まあ、今のはスターシニー選手の差高かったですね。なのでチャンスボールになってしまいましたね。ここもちょっと甘い返球になりました。スターシニーポイント木原美優です。木原選手の試合を見てて思うのは、はい、この3球目とかレシーブ来るとこ多分分かってるんですよね、はい、でそこの予測の良さ。さあここはタイムアウトを日本ペイントマレッツが取りました。今はなんかちょっとトリッキーな動きに見えましたが、スターシニーはなぜああいう返球になったんですかね。ちょっとサーブ読み間違えたんだと思います。長いサーブ来ると思って、多分テンオールの時の出されたサーブ来ると思ったんだと思うんですよ。なるほど。フォーカーということは、こうフォームを見てるだけではスターシニー選手は、まあ木原選手の、ね、どういうサーブなのか読めないってことなんですね。やはりサーブが上手い選手ほどサーブの長短を分かりづらく出しますので読みづらいと思いますね。ネットにかかったポイント、スターシニーです。いいですね。1本目少し早く打って2本目少しゆっくり、これが緩急をつけれていますので、今のパターンは良かったです。そのネットにかかるかネットを越えるかっていうのは本当に微妙な違いなんですよね。そうですね。なかなかこのレベルの選手で大きな全然入らなそうなバックハンドだったりミスはしませんので、ほんの数センチ狙いが変わっただけでミスにつながるというところですね。まあ、先ほどから本当ネットにこうわずかにかかってというプレーが続いています。スターシニーが1ポイントリード 7-6 第4ゲーム、ゲームカウントでは木原が一つリードしています。まあ、バック表のパターンですよね。フォア前をバックでフリックレシーブした後にバッククロスに行く、はい、人気の選手がよく使うパターンですね。素晴らしいです。8-6
スターシニも粘りましたが、ここは木原に軍配です。逆にここは1ポイント木原がリードを奪いました。ナイスレシーブでしたね。まあ、もう1本で離されそうというところであれだけ思い切ったレシーブができるというのは素晴らしいですね。木原もサーブの種類ちょっと変えてきた印象あったんですがね、しっかり対応しました。先ほどのゲームは10オールから木原が取りました。ここは8オール。さあ、そして再びスターシニーがここで1ポイントリード。今木原選手がスターシニー選手のフォアに2本攻めるとい う、 そうです、ね、少し流れというかコース変えたんですけど、はい、よく対応しましたね。9-8 です。スターシニー1ポイントリード。わずかにアウト。ポイントは木原です。今の流れとしてはスターシニーです取りたかったです ね。そんな感じに見えましたよね、はい。まあ、なんとかフォアに打ったボール、なんとか木原選手入れただけなボールが返されてしまったので、うん、少しもったいないですね。木原はこのゲームを取りますとこのマッチを奪います。さあ、先にゲームポイントはスターシニーです。先ほどは10に先に乗ったのが木原、その後追いついたスターシニー、10オールから木原が取りました。この第4ゲームは取って取られてというシーソーゲームです。ポイント追いついた木原。スターシニーもこう終盤になって自分から攻める、ね、シーンが見えてきましたね。そうですね、あの1本攻めれているんですけども2本返されてしまうとミスが出ていますので、そこは頑張って連打したいですね。スターシニーはゲームポイント、そして木原はマッチポイントです。勝ったのは木原。第2マッチの第4ゲームも接戦の末木原が取りました。